首なし地蔵のことを調べていて、一つすごく大きな学びがあって、うん、大発明しちゃったんですよ。大発明、うん、それはさ、あの現代で流行る流行神、流行り神、うん、になるコツと言える、作るコツとも言えるんですけど、はあ、そんな標語ですね。神の流行らせ方ということですか。標語で覚えられる。標語で。あ、何ですの。覚えやすい、テンポもいい、うん、来年の流行語大賞狙えるかもしれないぜっていう。うわあ、大きく出たね。手前味噌ながらちょっと感動しちゃって、はい、早く言いたい。早く言いたい。斬新で思わず口にしたくなる。早く言いたいっていうやつは早く言わないのが決まりですけども。ええ、言わない。まあ言うけど。言うけどね、うん。このラジオを聞いている流行り神の皆様、うん、ね、必聴です。流行り神の皆様、ね、皆さん自分を変えていきましょう。これで変わっていきましょう。はい、聞きなされ。はい、流行る流行り神になるコツは、うん、早い、安い、うまいです。牛丼なのよ。前回広島県府中市における現代の流行り神、うん、首なし像の発見から信仰拡大、その、うん、祈りの種類について研究しましたね。はいはいはい。首なし像がどんな信仰を集めていたのかを確認しました、うん、今回はもう少し踏み込んで、首なし像という存在が参詣した個人の目の前にどのように現れてきて、どのように知覚されたのか、ほう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 、という N=1、まあ、霊言の個人体験について、うんうん、そしてそういった体験をしたただの参詣者がいかにして信仰者になっていくのかについて深掘りしていきます。なるほど。で、信仰者って言ってるのは、信者って言った時、うん、ちょっと信者って言葉のイメージが最近あんまり良くないからですね。まあ、ネット界隈で使われる信者はマイナスな意味で使われることがほとんどでしょうね。そうです。なので、うん、信者じゃなくて、まあ、あえて信仰者と言いたいと思います。はいはいはい、はい。流行り神発生のメカニズムの神々の話が前回だとしたら、うん、神々の側面の話が前回だとしたら、今回は民衆側の側面の話です、はいはい、宗教とか信仰のイメージって、うん、熱狂とか盲信とか、うん、とかく理性とは別な方向にあるもんだっていうイメージが強いかもしれません。うーん、まあそうだね、うん、そういう面もあるな、ね、やっぱさっきの信者の話もそうですけど、うん、なんとなく傾倒してのめり込んで没入してね、理性を失っている人っぽいイメージがありますね。だからこそちょっとね、宗教っていう言葉自体が少し怖い、怖いようなイメージもあったりとか、うんうん、なってきちゃうわけです。するかなっていうところだけど、でも実際僕たちよほど孤独で沈んでいない限りは、まあ、ある程度まで理性の下で生きていて、うんうん、自分の目の前のものが本当に自分にとって利益のあるものなのかなと寝踏みしているもんじゃないですか。まあそうですね、何にでもこう損得というかね、考えながら生きてるような気がしますよ、うん、そうそうそうね、神様仏様が本当にいると思って神社には行ってないけど、うん、まあ、とりあえずお願いしとくか、うんうん、ただ、まあ、10円だしみたいな人もいるわけじゃないですか、うん、流行り神は、まあ、流行ブーム、ね、流行ブームですよね、うん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 、という人間を無意識に駆り立てる群衆心理に乗っかっていることで、うん、まあ、信仰を獲得しやすいブーストを得ているわけなんですよね、うんうん、そうだね。だけど流行るものには口コミが重要なんですよ。はいはいはい、ね、より質のいい体験と心を動かす体験談が必要なわけですね、うん、首なし像は世話人と呼ばれる人たちによって、まあ、地蔵大菩薩来三期というものが編まれた結果、うん、まあ、この口コミへのアクセス環境を快適にすることに成功していました。いっぱいその口コミがあると、はい、それを見やすいと、そういうこと、いうことだよね。そこに記された参詣者の N=1、まあ、つまり首なし像という神にまつわる個人経験とはどのようなものだったのか、うん、ね、中でも神への口コミとしては質が高い、まあ、ただ利益があったという、利益があったという話ではなくて、うん、ありがたい存在が近くにいることを直接感じられたという、いわゆる権限、ね、うん、現れ出てくるということですね。権限の例にはどのようなものがあったのか、これについて取り上げていこうと思います。確かに、あ、その権限エピソードがあった方がちゃんとそのおかげ感が強いもんね、うん、もしかしたらみたいな、あの全然関係ないところでいいことが起こっただけかもしれないけど、ね、権限されたら、ね、もう首なし地蔵さんのおかげですから。はい、うん、で長い期間あの首なし地蔵について追跡調査された、前回紹介した鈴木岩由美先生は、うん、この来三期の記録から首なし地蔵が参詣者の前に権限するとき、うん、視覚に訴えかけるパターンと聴覚に訴えかけるパターンの2種類があることに気づきます、うんうんうん、またこの権限には段階が見られることを指摘しています。おう、まずは視覚、目に基づく権限、うん、視覚的に明らかな場合、首なし像はどのように権限したのかと、うん、来三期においては全43例が、まあ、この研究調査当時見つかっています。へー、
部類に分けると3つ、うん、1つ目は地蔵出現とだけ報告されているもの、うんうんうん、2つ目は実際に祀られている首なし地蔵の姿そのままで顕現する場合、うん、3つ目は祀られている首なし地蔵とは異なる姿で顕現する場合。なるほどなるほど、見た目がそれぞれちょっと違うと、ね、違うというわけですね。最初の地蔵出現との報告っていうのは、うん、まあそう書いてあるんだけど、来山期における体験談の記載が詳細じゃない、うんうんうん、からチェキなんて言ってるかわからない。まあだからその2か3かもしれないってことだよね。ということです、そういうことです、うん、何らかの形で視覚的に訴えかけてできたのはわかる、うんうんうん、ってことが書いてあるのが1例。ちょっとその他感もありますかね。そう、その他感がありますと、うん、で次、実際に祀られている首なし地蔵の姿そのまま、うん、これは全43例のうち4例です。ほうほうほう。要は首なし地蔵、あの見た目、首のないお地蔵様の姿として出てくる例は割と少ないってことがわかるんですね。全体としてもね、ね、1割ぐらいでしょうね、うん、こんな、例があります、うん、夢の中で重苦しいと思って気がつくと、うん、お地蔵さんがお腹の上に立っていた。うわ、重苦しい。府中の地蔵堂にあるままのシルエットで、うん、実際の石の地蔵と違うのは磨かれたように綺麗だったことだ、うんうんうん、そのままの姿っていうのはシルエット的にってことですね、うん、首がない地蔵っていう状態で出てきてるってことで、首なし地蔵に参詣したその晩に黒い影にお腹を踏まれたっていうのがあったりして、うんうんうん、にはこの状態だと黒い影でしかないんだけど、まあ、結びつけてますよね、うん、前日の体験と一緒にね。で、まあ、全体の十数パーセントほどしかない事例なんですけど、うん、まあ、祀られているそのままの姿で現れないことにもどうも意味がありそうだってことが、この現れている例が少ないことによってわかる。なるほどなるほど。ことですね。じゃあその例の祀られている首なし地蔵とは異なる姿で現れている例、はい、これね、多岐にわたるんですよ。これはいっぱいあるんだ。はい。ただいずれも共通していることがあって、うん、首から上の姿が見えているって点なんですね。きちんと首が保管されてる。そういうことです、うん、詳細不明と題されてまとめられているものが7例あります、うん、まあ、そのうちの1例が顔形がはっきり見えて、うん、目鼻立ちは整っており、うん、顔は真っ白だった、うん、白い着物を着ていてそよ風に衣の裾が揺れていて銀色がかったブルーに輝いていた文章力が高いね。ね、こんな例もあるんですよ。まあ他にも首から上の姿を見たのは間違いないんだけど、うん、顔の様子が割とはっきりしてなかったみたいな、うん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 、そんな書かれ方がしてるのが結構多い、うん、要は誰だとかこの人だあの人だお地蔵様の顔つきだっていうわけじゃなくて、うん、なんかよくわからんが見たことない人みたいな感じであるっていう例が7例ありました、うん、で顔はついてるついてるっていうね、うん、で3例報告されているのが地蔵あるいは僧侶の見た目として現れてきた例。ほうほう、うん、顔は金色に輝き大きな石耳は、端正で彫りの深い顔立ちで左向きになっていた。全身に濃い紫色の包衣をまとい両手には何かの宝物を持ってたくさんの合唱する人々を従えていたと。ありがたそうですね。ありがたそうですね金色に紫ですか、ね、ありがたいですねお前はっていうわけですよ、ね、ありがたいですね。他にはお地蔵さんが墨染めの衣を着て、うん、杖をついて歩いていて、うん、頭は丸かった、うんうん、目のクリクリしたお地蔵さんが患部をさすってくれたとかで例もあったりしますと。結構イメージに引っ張られたりとか、そうね、ね、うん、その人が持ってるお地蔵さんとか、うん、まあ、そういう仏教全般 に、 ありがたいもののイメージで出てきてる感じですよね、うん、だよね。でまた3例ぐらい上がってきてるもので観音様のような姿、はいはいはい、上がってきたものもあります。明らかに観音菩薩と地蔵菩薩って違うもんなんだけど、うん、まあ、混同してで混同しながらもそれを首なし地蔵の延長線上認識してるっていう例ですね、うん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 、まあ、家で一心に般若心経を唱えていると首飾りをした首から上が観音様のように美しい人が現れたっていうのがね、うん、まあ、夢ではなかったっていうふうに主張してるんですね。なるほどな。原始ですね。すごいよな、その首があるね、まあ、お地蔵さんなのか、うん、まあ、観音様なのか分かんないけどそれを見て首なし地蔵だって思うところが、そう、まあ、これのケースの場合は首なし地蔵に参詣した後それを見たっていうから、うん、まあ、なるほどね、まあ、あれだけ霊言がね盛んなお地蔵さんだって聞いているから、はいはいはい、まあ、きっと今見たこれは首なし地蔵なんだろうというわけ、うん、なんかあと日本人ってさ、これはまあ日本人っていうか多分全世界的な意味じゃなくて分かんないけど、うんうん、石の姿って見にくい姿じゃないですか、うんうんうん、なんか角張って
美しいもののイメージってつるんとしてさ、はいはいはい、あの光沢があってすべすべしているもののイメージがなんか勝手に僕らにはあるけど、うん、だからその反対をいく冷たく硬くゴツゴツしている石っていうのは、うん、見にくい姿であると仮定できるわけ。これの本来の姿がこういう観音様のような美しい姿であるっていうふうにイメージづくのはまあわからないでもないなっていうのはあるよね。なるほどなるほど、そういうことか、うん、だからまあ本来はこういう姿であるのだろう、うんうん、こういう場であのイメージとして出てくる場合はこう見えるのだろうっていうのが、うんうんうん、まあ参詣者の方にあったのかもしれない、ね、あの姿じゃ ね歩いてこれませんよねとねって、そうだよね、前、うんうん、見えないしね、うん、あどこどこってなるわけだからで9例ぐらい上がってるものに女性の姿というものがあります。はい、例えばですね、参拝者の群れの脇の方で、うん、まあ、要は正面から拝めない不遇な場所で、うん、まあ、それでも一心に般若心経を唱えていた参拝者、うんうんうん、すると白っぽい神々しいお地蔵様の姿が見えたと、うん、頭は丸く優しそうで面長の女性のような綺麗な姿で背丈大人くらいあった、うん、要は地蔵堂で見たっていうわけですね。その場だよね、うんうん、地蔵、自分が不遇な立場にあっても一生懸命お祈りしたから出てきてくれた、なるほど、ね、認識なわけです、うん、他にはウリザネ顔でおちょぼ口、それをキリッと結んで右に首をかしげた綺麗ですがすがしい顔の美しい女性を見たみたいな、ね、なんか美人画の説明みたいなね、ね、うり、ん、ざね顔おちょぼ口平安時代だなみたいな、ね、わけですけど、こんな感じですけど、でこの女性の姿で現れてくる例っていうのが最も多いと。うん、あ、そうなんだね、うん、長い髪とか場合によっては十二人をねまとって出てくる女性の図像で現れたと語るものはとりわけ多かったようです、うんうんうん、まあ慈母、慈しむ母、優しいお母さんね、うん、的な性質を地蔵に持っている、まあ、そういうイメージを地蔵に持っている人々が多いことが分かりますよね。複数で現れる例もあります。おお、複数ですか、うん、この場合はね、子供の姿を撮るようです。地蔵本堂前で一心に祈願していると3歳と7歳くらいの男女がはっきりと見えた、うん、不思議だったっていう話もね、うん、あったりします。そうなんだね、遊びに来た男子供たちじゃないのかなと思いますけど、そうちょっとその不思議感が ね薄かったから、薄かったけど、うん、しっかり人間かもしれないっていう可能性は残っていたけど、うん、子供じゃーってなってるかもね、しないけども、うん、まあ、そこに書くっていうことはね、うん、また本人が そういうもんだ、そういう体験をしたと思っていることの方が大事かなと思いますね、うん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 、これは全部で3例あったそうです。うん、で本当に少数な例として1例、うん、あの地蔵の体の一部として現れる、一部が現れるっていう事例、うん、テレビを見ながらうとうとしていたらお地蔵様の肘から先の手、前腕ですよね前腕が視界に入って、うん、まあ、どうも隣にしばらく立っているらしい雰囲気があったので、まあ、目を覚ましたと、うん、お地蔵様いつまでいるんだろうと目覚ましたら、あの起きることができて、うん、おかげで大好きな番組を見逃さずに済んだと嘘その口コミ弱くない大丈夫弱くないよ本当に、だってあれだけ見たかったんだから本当ね、いやと、もう 肘から先だけがもう分かんない、怖すぎてさでもほら見たかったのね、いやそう、タイタニックがお昼のロードショーでやってたのかもしれないじゃん、うん、あ、まあね、著作権切れ映画でやってるあれね、うん、出てきたのかもしれないじゃないですか、うん、それはお前嬉しいに決まってるでしょ。そうなんだけどさ、ちょっと強い弱いじゃないんですよ俺の感覚おかしいんかなまあこの視覚に訴えかけてくる権限、うん、まあ、まとめますと、この首なし像ってものは権限するとき、掘り出された頭のない石の地蔵として現れるのは本当にごく少数で、うんうんうん、首から上がついた状態で認識されることの方が多いとだったね。ね、権限したものが地蔵そのものでない形態でも人々はそれを首なし地蔵として認識しているっていう点もなかなか面白いし、うん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 、ついてるのにそれだと認識しているって点も面白いよね。そうだね、そうだ ね。これはこのお地蔵さんが首なしであることも大いに関係してるんだと思います。あの浦下君が言ってくれたように保管してるんですよね、うん、自由なイメージを可能にする、うんうん、ここは冗長性みたいなここにあるわけですよ。ああ、なるほど。でこれら体験談に見られるような首なし地蔵の姿って、要はその女の人の姿、うん、十二人だったりとか、うん、端正な顔出しだったりとか、うん、あの手だけだったりとかしたわけですけど、うん、あの明確な論理的説明されてないじゃないですか、それが本当に首なし地蔵であるかとか。いや、そう、あの、ね、全部出てきたものを首なし地蔵だと思っている思っている、うんうんうん、そう、そのように解釈している、うんうん、これできないじゃん、説明ってそもそも、うん、そうだね、うん、でもそれにもかかわらず来参期に乗って信者の間では共有されて受容されるわけなんですよ、うん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 、これって、まあ、さっきも言った通り首なし地蔵が冗長性を持っている、
宗教ではない、うん、民間信仰だからこそできるもんだと思うんですよ。幅があるから、幅がある、自由を聞かせて、うん、余裕があるから、うん、ね、ちょっと広い、洗濯機の防水パンの上には小さい防水パンも乗るし、うん、大きいね、小さい洗濯機も乗るし大きい洗濯機も乗るわけですよ。そうですね、はい、だから A から A イコール B って言い切ること、うん、絶対的な善悪、政府の概念の提示による確からしさとか、うん、安心感っていうのを提供して、うん、そういう安心感とか確からしさとか善悪の決定とかで信仰を醸成しているのが従来の宗教、うんね、うんうん、これはこうです、いいことはいいこと、悪いことはダメなこと、ね、っていうのが宗教の、なんか説明のつかないことをこういうことだって言ってくれるっていうイメージがありますからね。そう、それが宗教なんだけど、うん、その宗教が持ちえないおおらかさ、はい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 、みたいなものが民間信仰、ひいては流行心、流行り神にはあって、それが流行る理由であるとは言えるんじゃないかな。なるほど ね、 ですね、やっぱりそのなんていうのかな、昔からあるメジャーどころとはちょっと違う場所で攻めてるわけだよね。そうです、そうです、だから信仰している者たちもそれに働きかけるとか、うん、あのお参りしてその霊言を獲得していることが、まあ、結構たやすいわけですよ、うん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 、簡単簡易なわけですよ。その点が流行る理由であると、まあ、言えるわけですね。続いて、聴覚による権限の方の例を見てみましょう、はい、これあんまり例はないんだけど、うん、基本的には夢の中で受けるお告げの形態を取ります、はいはい、分けてみると、下記のような感じになりますね、地蔵による直接的なお告げのパターン、うんうんうん、でこれもねケースが3つに分かれます。姿が伴ったために地蔵によるお告げであると判断されたケース、はいはいはい、まあ、夢の中で視覚的イメージ、まあ、お地蔵さんとして現れてきて、うん、まあ、早くお参りしなさいなどと要求するケース、うん、それから姿は伴わないけどその内容からどうもお地蔵さんらしいぞと判断されたケース、うんうんうん、お参りした直後に正体不明な存在からお告げをもらったケースですよね、うん、多分首なし地蔵さんによるもんだろうって推定されるパターン、うん、それから一度かそれ以上の複数回姿を伴ったお告げを受けた経験、これはまあ最初のケースですよね、うん、があったために新たにもらったお告げの主の正体が不明なんだけど多分地蔵によるものだと解釈されたケースと、ここもだからこっち側の結びつけがねあるわけだな。そうです、うん、具体例として草むしり中に石垣の中に手を突っ込もうとしたら誰かに待てよく見なさいと注意されて、うんうん、見ると毒蛇がいて、あら、まあ、辺りに人はいなかったんだけど、あ、これ多分かつて聞いた首なし地蔵様の声と一緒だから首なし地蔵様によるもんだろうと解釈したっていうケースとかあるわけなんです、うん、だからこういう地蔵様が出てくるないし地蔵様だと連想されるものが直接的に自分にお告げしてくれるケースっていうのが、うんうん、あの聴覚に訴えかける権限の事例の一つですね、うん、でもう一つの方の例がお告げ以外の示唆的な異音、変な音、うんうん、などによってお地蔵さん来たよってね、現れたよっていうのを知らせるケース。ーどんな音だとお地蔵さんだと思うんだろうな。それはね、足音とか矢鳴りですね。ほう、うん、これはね結局お地蔵さんにお参りした後とかにやっぱり来るケースが多くって、うん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 、まあそのように解釈するっていうだけの話ではあるんだけども、うん、まあそうかそうか、やっぱりその行為、お地蔵さんとかお参り行くっていうものの延長には、うん、首なし地蔵があんだけ霊言ある首なし地蔵が自分のところに来てくれて、うん、まあ、何らかの、まあ、印を見せてくれるんだっていうような、うんうんうん、あのイメージというかね、解釈が持つっていう、まあ、信仰心の種みたいなものがあるんじゃないかなと言えるわけです、うん、で、まあ、聴覚のに訴えかける権限は大体こんなような感じですね。で、鈴木先生はこうした聴覚を通した権限の体験を概観してみると、うん、その投稿者の多くが複数回第三期に体験を投稿している傾向があることが分かった、うん、なるほど、うん、あるいはリピーターがいるっていう、そう、リピーターが聴覚関係の権限の事例を挙げているってことが分かった、ほう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 、あるいは投稿中に聴覚体験以前に異なる地蔵の霊言、それはまあ視覚体験だったり、うん、祈願したことによる利益を得られたことがあったっていう経験だったりを体験したことがある胸の内容が見えることに気づいた、うん、でこのことから分かるのは今言ってくれた通りリピーターこそ聴覚経験が多い、うん、ってことが言えるってことで、ほうほうほう、首なし地蔵への信仰経験が深い人ほど聴覚を通した権限の体験が得られると、うーん、得られているらしいぞらしいぞと、うん、っていうことが分かったと、はいはいはい、で比較的多いのが視覚的体験で数少ないのが聴覚的体験であることを考えると、うん、見るまでに至った人っていうのは
聞きやすくなるってことがわかる。うん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 、うんね、だから進行レベルがあるわけなんですよ。そうだ ね、うん、進行レベル1の段階では視覚を通した首なし像の権限が現れます。はいはいはい、そうですね。でここからレベルが上がると、うん、視覚および聴覚を通した首なし像が権限します。うん、音声ついた、うん、これは姿を伴ったお告げですね。うん、で進行レベルが3になると、うん、聴覚のみを通した首なし像、いや俺はもう耳で首なし像を感じられるからっていう段階になるわけですよ。そう、姿見えなくても OK と。はい、そういうわけですね。あ、そういう子はレベルがあるわけだな。そういうわけです。僕の好きなブラッドボーンっていうフロムソフトウェアのゲームに、はい、啓蒙っていうステータス数値があって、うん、この啓蒙は高ければ高いほど、うん、見えちゃいけないものが見えるようになったんですよ。で、ある程度に行くと見えちゃいけないものが見えるようになって、うん、ある程度の数値までいくと見えちゃいけないものが見えてる間ダメージ受けるようになるんですよ。高くない方がいいんじゃない。高くない方がいいの。それは、うん、これに関してはね、うんうん、でこっちは流行り紙のタイプの進行レベル啓蒙みたいなものがあって、うん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 、だんだんみんな経験のレベルが変わってくるっていう傾向が見えてるって話なんですよね。うん、でこの進行経験が深い人ほど聴覚体験経験が多いっていうのは、うん、私からするとちょっと意外なんですよ。ああそうだろう、うん、というのも以前どこかで話したんですが、あの僕の恩師、大学時代の恩師が妖怪について教えて話してくれた時に、うんうんうん、妖怪は最後音だけが残るっていうふうに語ってくれたの。なるほど。これまで視覚的にカッパを見たことがある、うん、カッパが水に飛び込むのを見たことがある、キツネビを見たことがあるって話は多く取られたんだけど、最近になるとめっきり聞かなくなって、うん、ただ山の中で変な音を聞いたとか、うん、誰もいない空き家で人が走り回る音を聞いたとか、うん、音の方の話だけが今は何に残されているっていう傾向があるのをフィールドで感じ取ったんだよって先生が説明してくれたことがあって、なるほど、妖怪は最後音だけが残るっていう風に聞いてたんですよ。これって日常にある不可思議な音っていう現象が、うん、まあ、霊的な存在によるものだと解釈されうる最も解釈の寛容性が高いものだからだと思ってたんですよね。うん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 、しかしこの子と首なし像の信仰になってくるとどうも違うみたいで、地蔵の権限は日常にあふれているはずの異音については解釈の適用が後回しになってるんですよ。うん、先んじて首なし像によって得られたということが明確な利益、うん、ああいいことあったとか、視覚的な権限、うん、目の前に現れる、夢の中で図像として現れるっていうケースがないと、うん、こういうのがないと聴覚的にはお地蔵さんを捉えられないってことが分かったわけなんですよ。うんうんうん、だからその聴覚だけの、いや音声何かしらの音だけの情報、ただそれだけを、その前提のこう前知識とか経験的にそのお地蔵さん的なそのありがたいものを体験してないとそれをありがたいものだと捉えられないし、そう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 、それがなかったとしたら、うん、やっぱりその音だけ聞くといいか悪いかというと分からないから、それがちょっとマイナス方向に働いて妖怪になっていく。そうなんだと思うんですよ、多分、うん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 、そういうことなんだと思うんですよ。面白いですよね。それは面白い ね。だからこそやっぱりその何かしらの体験したい人が音声だけをそう語るようになってくる、首や心臓を感じられると。怪異とは音で迫ってくるもの、うん、神仏は利益と光で立ち現れるもの、うんうんうん、っていうことがわかるみたいですね。なるほどね。こういう地蔵の権限を通した上で獲得する、うん、地蔵参詣による利益を、まあ、前回から言っている通りおかげと言います。うんうんうん、ある神様、まあ、ことさら流行り神という一過性で、まあ、歴史的背景の浅い存在の信仰の形成については、うん、参詣者個人がどれだけ困っているか、うんうん、これは鈴木先生危機的状況って言うんですけど、うん、この危機的状況、そしてこのおかげがどう発現するかがすごく重要であると、うんうん、鈴木先生は指摘するんですね。ここに首なし像の信仰が確立するまでのプロセスの重要な点が集約されているというわけです。はい、先生曰く首なし像信仰確立までの個人体験には5つの段階があると、うん、まず情報受信、これは来参期によ よるとですね、家族とか知人から、首なし像があるそういうものがあるよって聞いた割合が 87% だった。まあ、そのものの存在を知らないとね。そうそう、うん、マスメディアから知った割合が 13%、うん、まずは知ることから入りますよね。でこれを経て次に参詣、地蔵に直接関わる、うんうん、まあ、行ってお参りする、そうね、知る、お参りする、お参りする、でその後おかげ確信、
地蔵の霊によって自分の祈願が決願したと辞任する、うんうん、工程を踏む。ありがとうございます。ありがとうございます。叶いました。これを経て信仰確立となるわけなんだけど、うん、この4つ、今紹介した4つの中のどこかに危機的状況が入ることがまず必要だと。あれも4つあったっけ。はい、情報受信、うん、参詣、おかげ確信、信仰確立、うん、あ、そう、確立まで含めてね、確立までの4つ、はいはいはい、ここにプラスしてどっかに危機的状況が挟むのが大事だと、うんうん、危機的状況っていうのはこの場合参詣者個人とかその周囲で起きている、まあ、障害、不安、不和、うん、まあ中でも特に身体的不調が全体の 87% だったのとは、ね、多かったわけですからね、確認したよね。体のどっか良くしてほしい、そこが悪いってことだよね。で、来参詣を見る限り全体の 83% 信仰確立した人の全体の 83% はまず危機的状況が最初にある、うん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 、そこから情報を受信して今みたいな流れ、情報受信、参詣、おかげ確信、うん、信仰確立の順番で信仰確立していってる様子が顕著に確認できると。だから膝が悪いな、あ、首なし地蔵さんっていうのがあってよく聞くらしいと、うん、そう、実際に行ってみよう、うん、あ、膝良くなったわ、うん、首なし地蔵さんのおかげだわっていう流れとかね、うん、これスタンダードな流れがやっぱりあると、うんうんうん、でのっぴきならない状況の存在が人を信仰に駆り立ててっていうのはもうここからデータから分かるということなんだよね、うん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 、でちなみにこの以外のパターンでも絶対にどっかに危機的状況が挟まっていて、やっぱり本当にしんどい状況がないと人は信仰にまで傾倒しないってことだけは分かるんです、うん、なるほどね。でまた来参詣を見る限り信仰確立にはもう一つ要素が必要なようですっていうのを、まあ、最初に言ったよね、うん、危機的状況、それからおかげがどう現れるかっていうのが重要だと、うんうん、詳しく言えばこれおかげの即効性が大事なんですよ。即効性、うん、来参詣を見る限り本当にごく少数お参りして半年後に利益がありましたっていうのもあるんだけど、うん、一方ですごい多く確認されるのは、うん、境内に入った瞬間、うん、帰り道、うん、帰宅直後、うん、という恐ろしい即効性。即効性だね。バファリンです。そう、いや薬でもね入った瞬間にはない。それは別よっていう。別よ。そう、危ない薬よみたいな、ね、そうそうそう、大丈夫みたいな感じなんですけど、産経から翌日までにおかげ確信に至る、信仰確立の直前に至るまで至った事例が約半数を占めてるらしいです。うん、まあでも確かに半年経っちゃうともう何のおかげかはちょっとよく分かんないもんね。うん、だから半年でもその信仰の対象になるんであれば多分予備軍がたくさんいるんですよ。そういうことですよね、うん、でも中でも信仰厚かったり、うん、あれなんで急に治ったんだろう、半年前に首なし地蔵さんのとこ行ったわだよね。だから他にそんなにそれに対しての対策いろいろしてなくて、ね、そう、昔それだけやったなっていうので、うん、そう、半年後だったりするのかもしれないし、ね、多くの場合最後の神頼みだったっていうね、うん、事例もあったわけだから、うん、だからそういう例があるわけで、あるわけだけど、一方でやっぱり即効性があったことの方がと、多かったわけだよね、うん、分岐点だったみたいっていうのはわかるわけですね、うん、さあ前回を含めここまで聞いたら、うん、まあ現代で全国民の信仰をかっさらう、うん、信仰市場を席巻するのに必要な流行り紙のあり方、うんうんうん、ね、見えてきたんじゃないでしょうか、うん、ね、それが早い安いうまいなんですすなわち、うんうん、霊言が現れるのが早い、はい、産経コストが安い、安い、うん、でかいツアーが組まれてね、そう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 、うん、500円タオルで済むし、ね、タオルで済むし、でかい宗教が絡んでないから余計にお金かからない、はい、しかも自分なりのやり方でいい、これは安易のいい、うん、安いですね、安いですね、でうまい、うまい、これは費用対効果が高いってこと、うん、とうまみがあるということですね、うまみがあるってことと、個人を助けるタイミングが絶妙な方がやっぱいいわけですよ、はあはあ、早いタイミング、早く、そうだね、かつ危機的状況にあった後である必要があるから、うん、うまい、超絶技巧もうまい、そう、うん、っていう意味での早い安いうまいですね。まあ吉野家が流行る理由もわかるもんですよ。そういうことなんですよ。そういうことなんですよ。牛丼なんですけど ね、これはね。なんですけど、これは流行り紙を適用できたよという話なんですね。なるほどな。ちなみにね、早い安いうまい。そうなんですよ、うん。ちなみに吉野家の標語って現在うまい安い早いらしいです。あ、そうなんだ。うん、これ変遷があるらしくて、1970年代のキャッチコピーが、うん、早い、うまい、安いだったんだって。あれ、おうおうおう、で一度経営破綻した後の1990年代に、うん、この早い、うまい、安いがうまい、早い、安いに変わったんだって。ほう。で今はうまい、安い、早いになったんだって。そうなんだ、うん、変わってるんだってよ。
早い安いうまいだったタイミングが一度もねえんだ。ないだからこれ俺の発明だよね。そういうことかこの順番は俺の発明だと思うんですよ。俺さっき最初にクロワ君のそれ聞いて、うんうん、多分牛丼その吉野家の順番もそれだったっけ、ね、ぐらいに思ってたから。そうでしょ、うん、違うんですよ。違うんだ。これは俺のオリジナルです。流行り紙なんだこっちはこれ流行り紙か。早い安いうまいは流行り紙の方なんだ。だから普段の生活で早い安いうまい、あ、牛丼屋ねとか言ってたら、うん、いや違うそれ違う違う流行り紙って言わなきゃいけないわけですなるほどな。なわけなんですよ。いやでもよくわかった、はい、うん、とまあくだらないことを主張したところで今回のゆる民族学ガラジオは終了したいと思います、はいはい、次回は流行り紙シリーズの最終回、うん、第6回ですね、うん、再び江戸期に立ち返って当時流行り紙が多数生まれた背景にはどんなことがあったのかを検討します、うん、さらに現代の流行り紙の事例と比べてみたいと思います、はい、でその結果僕たち日本人に慢性的に足りていないある存在に気づくことができて、うん、まあどっちかというと気づいてしまうことになるっていうことなんですが、まあともあれお楽しみにということで、はい、今回のゆる民族学ラジオ終了したいと思います。次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。